さあ、スクープというか、これサキシルの新田記者がスクープ取ってあげてくれていまして、これお前朝日新聞の記者お前がにせよ、朝日新聞の記者やと聞いてるからね。これはまあもし違ったら言うてくれ。朝日新聞の記者じゃないかもわからないけども、10月25日私が内緒というかね、動画上げました。百条委員会の中の録音しちゃいけない録音を私が入手してアップロードしました。その後ですね、いわゆる百条委員会で片山副知事はこう言いました。あの仕事中に使ってた、まあ、不倫日記ですね、自殺した県民局長の公用パソコンには10年間で複数の女性との関係が書かれた不倫日記がっていうところで止められて、で、まあ、奥谷に止められてですね、もう百条委員会中止ってなって、休憩って入って、その後、片山副知事が出てきたら、記者たちがいて、そこの記者たちとの会話、まあ、サキシルのこの、インタさんのやつ、URL 下につけておきますから、そこで見ていただきたいんですが、その一部だけ本当に抜粋すると、こんなこと言ってます。これ問題なのか、もし特定に動くあれがあって、はい、もし亡くなったりしたらどう責任取られるんですか、本当に。私はその辺は大丈夫なんですよ、弁護士さん。本当に特定されて、もしその方が精神的におかしくなったりした時どうされるんですか、その場合。その辺まで考えてなかったんですか。いや、なので特にこういう放送で、まあ、っていうのは百条委員会秘密会で取り扱ってっていうのは、まあ聞かれたから答えたとも分かりますが、今一方的にあそこだけ取り取って、本当それこそ生放送で言ってたりしたらどう責任取られるんですか、本当に。ですからその支障がないように、いや、なくても絶対それがあるから放送できないんじゃないんですか、学者さんも。分かりました。特定されてしまう可能性があるから。あのさ、朝日新聞の記者よ、お前らさ、前提考えるよ。仕事中に不倫日記つけとったやつ、仕事中に公用パソコンで不倫してることをいろいろ書いとったやつ、でそいつのプライバシー守る必要などないに決まってるやろ。ええ加減にせえよ。両方とも公務員じゃん。相手の女性が公務員じゃなかったらそれはプライバシー守れよ。お前らやってるやないか。お前ら玉木さんのやつ、この間不倫やったとこやないか。玉木さんは公人やで、ここで言ったら。そやけど、相手の女性は詩人やろうが。お前ら日頃から政治家が不倫したら、バンバン報道しとるやないか。今回だけなんやねん。責任取れるんですか、その人が精神的に病んで。何抜かしてんねん、朝日新聞。公用パソコンに私たちは不倫してます、副知事はもっとエグいこといっぱいあるけど、そんなエグいことは詳細は言いませんって言ってるわけよ、ずっと。さっき氏の方ちょっと見てくださいね。しかし何があったのかについて概要説明しないと、その文章が適切かどうかの判断できないって言ってるんです。これ弁護士も片山副知事も弁護士もそれでいいからやってるわけでしょ。でそもそも記者会見お前ら生放送してないやないか。そもそも10月25日の百条委員会は秘密会で生放送してない。その後ね、片山副知事が出てきて、それも何も喋るな言われてるわけよね。10月25日秘密会やねったら、この秘密会が11月の選挙終わった18日には公開されるんやろ。待っとけよ、お前ら。何聞きたかって。秘密会終わって出てきた片山副知事に何聞きたかって。お前ら生放送もしてないよ。で、なんで片山さんが喋るやつ、そりゃ喋らないでくださいって。個人が特定されて、その人が精神的に病になって、死んだら責任取れるんですかって。何言ってんねん、お前。意外せよ。朝日新聞な、これのこと言うてんね。奥谷が止めたやろ、お前ら一緒になったやろ、どっちか知らんわ。この10月25日の音声は杉山あかりちゃんが教えてくれた通り、お前ら全員で内
最初にしたんやろ、正当な理由もなく。少なくとも片山副知事の弁護士は概要説明するだったら OK 言うとるわけじゃない。でもお前らの方が勝手に個人の特定とか言うとるやろ。これどういうことやねん。そのもう他の音声も聞いてもらえばいいんですけど、もうどこの記者か分からへんけどアホなこと聞いてるやつがおるわけ。県民局長が、県民局長が停職になったのは仕事中に不倫してたからですか、それとも仕事中に不倫人気をつけたことですかって、どっちも一緒やないか。職務専念義務違反に反してるから。あのな、もう質問がヤバすぎる。仕事中に不倫してるってどういうことや。職場抜け出して二人でイチャイチャしてるんか。仕事中に不倫してるっていうことは、仕事中にな、今晩どこどこのホテル行こうとかそういうことをやるのが仕事中の不倫か。普通できへんわな。でも調子乗ってこの不倫日記っていうのつけとるわけよ。何々ちゃんって書いて、で名前が出て特定されて、その人が悩んでね、死んだどうするんですかって知るか。あんなもんお前らが日頃やってるやないか。玉木さんの時やったらどうやねん。これは両方とも公務員やからね、年収1000万以上持っとるやろ。両方とも公務員が仕事中にイチャイチャしてるんやろ。バラされて当然ちゃうんか。そんなもんプライバシーあんのか。不倫してたことがバレて、別に愛し合ってたからです、私たちは愛があるんですって言えばいいじゃん。ほんまに恋してるんやったら奇妙なことでもないやろか。もう何よりも腹立つの、お前らが玉木さんのことやったことやで。週刊誌がやってるならまだええよ、勝手に不倫報道してんだ。お前ら記者会見出てきてやな、玉木さんが喋ることをそのまま生放送で流しとるやないか。相手の女性のこと考えたか。39歳のモデルか、元モデルで大使館してる人、この人公務員ちゃうな。でもお前らその人たちの名前まで言ってるよな。その人たちは死んだ責任取れるんかよ。ええ加減せよ。このな、この問題、仕事中に不倫日記つけてね、これが一人ちゃうねん、複数おんねん。大事やろうが、何度も言うけど、この60歳のおっさんが一人の55歳の人とずーっと不倫日記つけとるんやったら、それは恋愛かもしれへん。普通のね、結婚してても恋愛することもあるやろ。そやけど複数やっとんねんで、このおっさんは。でそれを不倫日記つけとんねやんか、仕事中にパソコンで。何がプライバシーやねん。公務員が仕事中に不倫して不倫日記つけて、そんなもんお前守るべきプライバシーちゃうぞ。もうええ感じせえよ。でしかもそのくだらんプライバシーを守ることによって、この亡くなった県民局長、この人が亡くなった理由が斉藤知事のせいになっとるやないか。お前らプライバシーって名前のもとに人が死んだ理由を斉藤さんになすりつけようとしてるのが明らかなんじゃ、ボケこら。汚いの、朝日新聞出てこいよ。お前らほんまええ感じせえよ。もうとっととお前ら記者やめてまえ、報道機関やめてまえ。何回目やねんこれで。それ以外にもな、 NHK の記者が冒頭遮っとるな、全部あのサキシルの新田さんの YouTube で出てるから、皆さんこれぜひ URL 貼っときますから見てください。もう、まあ、あんまりにもひどい。そしてお前らこそ記者が集まって片山副知事いじめとるぞ。お前らがやってることこそある意味パワハラやで。それはマスコミと元副知事の間の上下関係があるかどうか知らんけど、やってることはまだ間違いなくいじめやで。ええ感じせよ。以上や。